の増田先生このなんていうのデイケアでやってましたけど、うん、のツイッターの画像でも上がってましたけど、うん、なんかヨガとかやったりしてるじゃないですか、うん、であの会話とかね、うん、はそのに対する対処はありますよね、うん、後から薬 によって血液とか脳とかに作用するっていうのはあるじゃないですか、うん、でもう一つどう考えてもこの身体、うん、この肉体っていうものからアプローチするっていう手段はものすごく大きくあると思うんですよ、うん、僕、うん、だからこの体を、いや例えばね朝散歩する朝散歩するだけでね、うん、あのものすごい良くなったとかね、うん、そういうことってめちゃくちゃあり得ると思うんですよね、うん、だからそういうなんて言われたらその身体について身体なんていうかなそれはね分かる、うん、だけどね、うん、それでね、うん、どう分かるかっていうとね、うん、完全に僕それが分からないってことで分かるのよ、うん、そうだからその身体性っていうものが本当に僕分かんなくて、うん、だから自衛隊にいてみんなで達成したとかみんなで山登ったとかみんなでテント立てたとかが、うんこう間接的に頭で理解してるのよね、うんうん、だけど他の人はもっとダイレクトに理解してたりするのよ例えば僕ライブとか音楽のライブ行ってみんな楽しいっていうのが理解できないのよ、はいはいはい、そういや分かるよなんとなく分かるよああ楽しいなみたいなあるけど本質的には全然分かんないのよあのダイブとかしたりしないですかだから自分が興奮してうわーって叫ぶのは好きだよその叫ぶのを許される場所っていうのは好きだけれど、うん、誰かと誰かが誰かと自分が同じ体験を共有していることをそれが本当に意味があるってことが僕ね分かってないのよ、うん、あ確かに、うんうん、まあ、 あのライブっていう意味だとそうですねで、確かにその作業療法とかはやっぱあるから、うん、で土みんなでこねたりとか、はいはい、土耕したりとかそこにこう自分のね、生きてる意味とか価値を見出す体感的に分かるっていうのはもちろんあると思うんだよねだからそういう治療法があってそこがすごく意味があってめちゃくちゃ価値があるっていうのも分かっていて、うん、でも僕は全然できないの、うん、だけど意味があることが分かってるからそこに盲点があるの分かってるから今 DK やってるという要素があってなるほど、うん、ただもうちょっと意地悪なこと言うとそれもオンラインに移ってきてるところがあるからだから YouTube を見るとか Twitter を見るっていうのもこの指の作業なわけじゃない、うん、これがねまたね体感なのかなとは思いつつよく分かってない僕自身が、うん、だからもうちょっとこの登録者数が増えた時にどういうことが起きるのかとかどういう一体感が生まれるのかははっきり言って全然分かんないしもしかしたら今後一生分かんないのかもしれない、うん、うん分からないここは本当にすいませんいやいや僕ちょっと全然関係なかったんですだから、まあ、増田先生の関心と多分違う関心が僕にあるっていうだけだと思うんですけど、うんうん、僕あの仏教をやっぱりすごい関心があって、うんうん、仏教 の根幹でしょヨーガ特にやっぱ、うん、いわゆる正常と言われるようなね、うん、あの仏教ではヨーガめちゃくちゃ重視するわけですよね、うん、であれってこういろんな体の動かし方したら脳にいろんなこう物質がこう自分で出せるようになるっていう、うん、ドーパミン経路とかがある程度コントロールできるようになるとかね、うん、っていうふうに言われてるんですけど、うん、多分そうなんだろうなと思うんですよ僕、うん、なんとなくで、あの、まあ、もちろんあの薬物とかやるんだけど、うん、あのね、タイムとか耐えたりするんだけど、うん、で僕そういうことをあのもちろんあの仏教ミャンマーとかねああいうところの仏教の場合あの秘儀だから、うん、あのなかなか公開はできないしあの危険なことだから教えることもできないんだろうけどでもなんかねこう、うん、なんかあると思うんだよだから例えば最近ねそのすごくジムとかたくさんできてるじゃないですか、うん、でアメリカとかめちゃくちゃジム行くわけじゃないですか、うん、であれって僕やっぱりその、なんかなんていうかその軽度の精神病が増えたっていうことの、うん、あのと多分相関あると思うし、うんいや絶対あると思いますよ、うん、だって動物園にいる動物は苦しそうだもんね、うん、だから動き回れた方が気持ちいいだろうし、うんうん、人間は動物だからあるだろうしお風呂入ったら気持ちいいし、うんうん、気持ちよかったら心は癒えるし、うん、あとやっぱりこう今若い子が多いからうちのクリニックとかもそうだけど、うん、やっぱ恋愛とか、はいそのね、セックスとかで絶対ね、うん、あの人は幸せになってるし、うん、がっからっと人変わってくし良くなってくるはっきり言って薬とか僕の言葉とかいくら重ねるよりもね俗っぽい言い方だけど誰かとね恋愛みたいな方がガラッと人を変えることがあるわけじゃない、うん、恋愛って別にさ性器をこすりつけてさ、うん、あのドーパミン出してるだけだからそうですね観点値はそこのブワッて出る作用
といえばそうなんだけど、だからなんかあるでしょうね。ただね、それは僕が追求できるものではないんですよ、うん、言ってしまえば、まあね、だって体を、患者さんの体を触ることはできないし、うん、やった人いるよ、そういうその昔の先生とかでね、うん、昔の有名な先生で、うん、もっとカルトに走っちゃった人もいたんだけど、だってそうじゃない、もうなんかあんまりこうちょっと今あの知識適当に喋っちゃうといけないけど、ね、うん、ユングとかもそういうわけでしょ、うん、なんかそういうの、うん、だけどそこは僕のねちょっとしたねその禁欲原則なんですよ。だからフロイトもそのなんだっけ、あの麻薬使ったじゃない、はい、使ってやったから、はい、その後に猛烈に反省するわけですよ、うん、だから僕もねやっぱりそこをねは自分としては追求したくないというか怖いし、やっぱりその意思であることとか自分が人生をかけるときにそこを使いこなせるとも思えないし、うん、そう考えるとあんまり興味が持てないというか、僕はやっぱりもうちょっとね言語的なやり取りの中であの人が変わっていくこととか対話を通じて治療室が進んでいくこととかに、うんうん、あの一番興味があるのよ、ね、なるほどね、でもそこはすごく興味深い分野ではあるけれど、うん、だから僕ってじゃあちょっとあのあれ聞いてみたら、だからあの患者さんとかでどのぐらいの率であの運動部にいるかとか、うん、どのぐらいの確率であの 日頃運動してるのか運動しててとかっていう、うん、まあ多分これデータ出てるのかもしれないけど、うん、まあ、そういうのなんかどうなんですか。いや出てると思うし、ね、だから歩いた方がいいとかあるし、うん、あのそれもデータもまたね、社会背景が変わったらまたガラッと変わっちゃうデータだから、うん、ね、うん、あ絶対確実にあると思うけど、うん、そこはね、でも意外だね、ここの違いってそういうとこあるね。確かめ合ってる。ね、うん、何？やっぱなんか確かめ合ってる。確かめ合ってるか。そう、いやちょっと面白いなと思ってさ。いろいろ違いありますよ、ね。違いあるね。そう、確かめ合ってる。いちゃいちゃどうかじゃない。そうそうそう、いろいろ理解が進みましたね。そう、いや面白い。